はい、どうも皆さんこんにちは、ユージャック代表の佐藤です。本日は今後ろに見えているこちら、弊社のサーペント TC テント、こちらのご紹介をやっていきたいと思います。はい、ついに出ましたね。実はポリエステルバージョンの、まあ、オリジナルサーペントテントに関しては弊社の主力テントの一つにもなっているんですけれども、まあ、今回その新しいタイプとして TC バージョン、つまりポリエステル、そしてコットン、これが混合された生地のテントがついにね、弊社から発売ということになりまして、この動画公開時点では現在予約受付中というような形になるんですけれども、早速本日はご紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。スタート。はい、そんなわけでまずは基本的なスペックの方から見ていきたいと思うんですけれども、まずは展開サイズですね。展開サイズ、長さが410センチ、幅が300センチ、高さが230センチということで、全体的にポリエステル版のサーペントテントと比較すると少し一回りぐらいね、サイズが大きくなっているのが最大の特徴でございます。で、もうパッと見でですね、こちら幅がまずね、広くなっております。なのでここの間口ですね、前室の間口の部分がかなり広めになっておりますので、もともとのサーペントテントをお持ちの方であれば、このテントを多分展開した直後にまず広い大きいということに気がつくのかなというふうに思います。テントの使用推奨人数というのが当初まあ1人から2人っていうところが2人から3人という感じで少しね、大きくなっております。とはいえ、まあソロキャンプ向けのテントといった部分、ワンポールテントで自立するテントになっておりますので、非常にね、時短で設営できるという点を含めて考えると、ソロ用としてもまあ全然ね、使うことができるテントっていう感じですね。言葉で表すのであれば、ソロ向けグランピングテントと言っても過言ではないぐらい、まあそんな感じのね、見た目のいいテントという風な形になっております。で、対して重量はかなりちょっと重くなっておりまして、現在ケースを含んだポールもペグも全てですね、含んだ総重量といったところが約 11.6 キロということで、オリジナル版と比較してだいたい4キロぐらいかな、重くなっている現状でございます。ただこれはね、インナーテントの重量っていうのを実は含めていないんですね。はい、なのでインナーテントがまあプラスだいたい 2.5 キロぐらいありますので、その辺も考えていくと、全体の重量としてはおおむねまあ13キロから14キロぐらいの重量感というふうな感じになっております。はい、で、まあ、あとはテントの高さなんですけど、これはね、実はね、変更がないんですね。オリジナルバージョンと同じ230センチということで、2メートル30センチ、まあ私の身長が 171.2 でございますので、まあ前室、はい、こんな感じで、まあぴったり立った状態で入っていけるようなサイズ感になってまして、当然中心部分に関しては230センチですので、まあ全然ね、余裕でゆとりがあります。まあ、私のようにヘルニア&腰痛持ちの人間にとっては、こういったね、高さのあるテントというのはね、非常にありがたい存在でございますよね。で、あとは基本的なスペックの部分で、最初にお話しした通り、こちらのテントは TC 生地という風になっております。はい、弊社で初めて発売した TC テントっていう風な感じになってくるんですけれども、まあそれがね、サーペントテントで非常に良かったと思うんですが、まあ TC ですので、まず肌触りが非常にいいというところと、まあコットンを配合した生地ということで、火の粉等に対する耐性っていうのがまあ上がっているというのが一つ、まあなんといってもこの風合いとかですね、あとは湿度コントロールっていったところにまあ軍配が上がってくる生地になっておりますので、まあ最近のキャンプのトレンドを知っている方であれば、まあ TC 生地の良さというのは言うまでもないのではないでしょうか。まあちょっと重いところが弱点っていう感じかな。 あとはね、まあ雨降った日とかはどうしても、生地が水を吸って膨張することで防水効果が得られるというような、そんな感じの生地になっておりますので、まあ雨の日設営とかに関してはやっぱりポリエステル版の方にまだまだ軍配が上がるかな。はい、あと生地の方に関しては、UV カット加工がされているのと、あとは表面撥水加工ですね、も一応施されておりますということで、まあ、生地もそこそこの厚さのもの、まあ、柔らかな質感の生地ではあるんですが、そこそこの厚さのものになっておりますので、まあ、日差しの暑い日、結構影が濃く、日差しを効率的に遮ってくれると思います。はい、続けまして、オリジナルサーペントテントとの違いについて少しまとめていきたいなと思います。まず何といっても後ろですかね。はい、オリジナルと違って、あのサーペントテント
ートの天窓に関しては廃止になりまして、代わりに軒がついたこういったあのベンチレーション、かまぼこ型のベンチレーションが背部につくようになりました。はい、これによって、まあ、雨の日でもですね、後ろの方からしっかりと空気の入れ替えを行うことができるようになりました。はい、でこちら今はオプションのインナーテントが入っているんですけれども、当然ながら後ろ側ですね、ベンチレーションとして穴が開いておりまして、はい、ここですね、ここにはファスナーがついておりますので、内側からここのね開閉開け閉めは、できるようにね、設計がなされております。はい、まあ、これはあるのとないのとではやっぱりねだいぶ変わってくるかなっていうふうに思います。で軒も広めに設計されておりますんでね、当然雨の吹き込みみたいなことっていうのはございません。あとはベンチレーションといえば、まあ、ここですね、こちらもオプションのインナーテントの、ベンチレーションに関してはまずインナー側も大型化してます。なので空気の循環として内側からまあ外側に向かって抜けていくというところと、あと一番大きな違いはここですね、サイドウィンドウですね、こちらが搭載されました。しかも右左で左右ですね、左右に搭載されたということで、これねめちゃくちゃ大きいです。実は私もオリジナルのサーペントテントね使ってて、ずっと常々感じてたことなんですけれども、特に風のない日ね、やっぱり全室の下に真夏いるとかなり暑いです。はい、風がないんでね、そもそもね風がないんで、まあどうしてもテントの中に熱がこもりやすかったっていう弱点があったんですけれども、まあ今回のサーペント PC テントに関してはかなり全体的にワイドに設計が見直されておりますので、その分ね大きな窓をここにつけることができました。これによってこの全室のベンチレーション効率っていうのがものすごく飛躍的にですね上がりまして、まあ左右に窓がつきましたんで風抜けっていうのがかなり改善しております。今日この撮影してる日もまあ実際ねあんまり風ないんですけど、まあそれでも風速多分 1,2 メートルぐらいかな、やっぱりここに窓があるだけで、まあ、風がね抜けていっているっていうね、この感じっていうのは非常にね伝わってきていますね。あとはやっぱり全室自体がすごく広くなっておりますので、その点も含めて、まあ、窓がついたことによってソロテントなんだけど疑似的にツールームテントとしても実はね使用することができちゃいますよね。はい、オリジナル版と比較すると全室がかなり広くなってますので、仮にここをフルクローズしたとしても、まあ、傾斜はあれど、まあ、このぐらいのスペースがですね、随分まあ大きいんですけど、このぐらいのスペースがもうほぼほぼレジャーシート1枚分ぐらいのスペースが全室部分としてありますので、インナーテントと合わせて考えると、まあ、ほぼほぼツールームテント的な感じになります。はい、あとは引きこもりシェルタースタイルとして使った場合も、まあ、インナーテント外してしまえばですね、まあ、かなり広々とした空間が出来上がりますので、まあ、これはね多分以前キャンツー動画で実際に使った使用イメージがあるかな、なので、まあ、この辺にねちょっと動画を貼っておきたいなというふうに思うんですけれども、まあコットハイコット仕様にしておいて実際ね、使ってみました。で、まあ、ワンポールテントなんで真ん中の中央のポール結構邪魔になるんじゃないっていうふうに思われるんですけど、全然ねそんなことはありません。ポールがあることによって逆にねいろいろとあの使い勝手の幅が広がっていきまして、例えばうちで、ね、マルチランタンハンガーっていうねハンガーがあるんですけど、そういうのを引っ掛けてあげると、ここにね、まあ、例えば上着をね、吊るしてあげたり、まあ、例えばあとデイジーチェーンって言われるようなあの、まあ、吊り下げ用のロープとかですね、そういったものを吊り下げたり、まあ、いろいろとねこれって便利よく使用することができます。で今回、まあ、オリジナルサーペントとの違いにもなってくるんですけど、これねポール見てお分かりの通り、まあ、まず色が違う、はい、色が違うんですけど、それにまあプラスして最もたるところはこれですね、あの形が違いますよね。はい、 Y 型は Y 型でもしっかりとこの今回ねこちら Y 型の型を新しく作りましたので、もう強度がね、段違いでございます。まあ、上側にピンはついてるんですけど、あれはねこのインナーテントを、まあ、吊り下げているピンとして使われているんですが、まあ、それ以外にも、まあ、ランタンかけてもらったりとか、まあ、いろいろな感じで使っていただくことはできると思うんですけど、まあ、非常にね汎用の効くあのポールに今回ね変更がなされました。以前のポールだと、まあ、ピンの先にねこうポールをさらにジョイントするような形式だったんで、やっぱり強い風突風みたいなのが吹いてきちゃうと、それこそ風速15メートルとかねが吹いてきちゃうと、張り方とかによっては、まあ、そのピンが曲がっちゃったり折れちゃったりみたいな、まあ、事故がですね、まあ、ちょいちょいねあったりしてたんですけど、あとは単純にやっぱりピン1本なので、どうしてもその経年で、穴の部分が広がっていってしまったりとか、そういった部分もあったんですが、まあ、今回ねこのポールに変更がなされたことによってかなりテントとしての強度が上がってきたかなというところでございます。あとはシルバー取っ手出しではなく、まあ、黒でも全てのポール、メインポールもそうですし、はい、こちらですねキャノピーポールもそうなんですけども、あとはもうガイロープに至るまでですね全て黒で統一したことによって、
だいぶねおしゃれ度が上がりました。ちなみにこのメインポールに関しては、まあ、ちょっと近いうちにですねメインポール単体販売みたいな、高さがオリジナル版と同じでございますので、あとは上側の幅に関しても同じなんですね、はい、なのでその点を踏まえてこのメインポールだけの単体販売互換性がありますので単体販売も検討しているところでございます、はい、あとはそれ以外のテントの特徴的な部分でいくと、まあ、これはオリジナル版と一緒ですね。 PC 生地を使用した全周スカートが、搭載されております。当然コードストッパーを使って巻き上げが可能なんですけれども、冬の冷気が気になる時期は虫が気になる時期はスカートを下ろしてもらってですね使っていただくこともできますし、夏の蒸し暑い時期とかに関してはスカートを巻き上げてもらってベンチレーションに当てていただくというような感じのこともできます。はい、まあ、全体的な見た目はこんな感じですね。すごい特殊な形状をしておりまして、この形状って実はね弊社で衣装登録っていうね他のメーカーさんとかが真似できないように、まあ、権利化しているわけなんですけれども、なので、まあ、これと同じような形のテントっていうのは絶対に販売されることっていうのはないんですけれども、かなり独特な形状で、これ上から見ると蛇の頭、つまりスネークヘッドのような形をしているところからラテン語でサーペント、つまりヘビーですね、それを意味する形でサーペントというふうに名付けられたというね、いきさつがございます、はい、あとはちょいちょいお問い合わせいただくんですけど、これね雨とかが降るとやっぱりねここの上に水が溜まってしまうっていうようなことがあるんですね。その場合はまあここスカート用のあの輪っかがありますので、まあ、この辺をね軽くガイロープでつまんでいただいて、まあ、こっち側にねあのペグ打ちでもしてあげればガイロープを伝って雨がねまっすぐ落ちてくるっていうような状況になりますので、まあ、そういった感じでね、使っていただくとよろしいのかなというふうに思います。ちょっとフルクローズした状態もお見せいたしましょう。はい、フルクローズするとこんな感じでございますね。まあサイドウィンドウ今開けちゃってるんですけど、まあ、一応こんな感じになります。でファスナーは安心安全な YKK 製を使用しておりますのでめちゃくちゃスムーズでございますね。はい、あとはこれ面白いのがこういう感じで、こっちもねこういう感じで開けていただくと、はい、なんとこんな感じでハーフアップスタイルにもなってしまうということですね。これのいいところっていうのは、まあ、まず出入りが楽になります。でなおかつ中でこうやってね座ってたりとかしても他からの視線っていうのを感じにくくなるので、すごいねプライベートが守られるというところですね。はい、あとは雨の日のベンチレーションとかっていう時にも有効活用できますよね。はい、あとはサーペントシリーズの最大の特徴でもあると思うんですけれども、こちらねサイドフラップが搭載されておりますので、まあいろいろな形状で全室を作ることができます。今私が持っているみたいにここにね、市販のガイロープなんていうのを通してこっち側にペグ打ちをしてあげれば、まあ、こういう感じでタープフォルムで貼ってあげたりすることができます。まあ、もともとワイドなサーペント TC テントですので、まあ、このサイドフラップとかに関してもかなり大きく貼り出すことができます。そうすると、まあ、ほぼほぼもう全室の下がもう全部タープになってしまいますので、まあね、これはオリジナル版も一緒なんですけど、サーペットテントはタープいらずのテントというよりは、まあ、U弱のテント全般がこのサイドフラップをね、搭載しておりますので、U弱のテントは全般がタープいらずで設営が可能なスタイルになることができますという感じですね。ちなみにこれね私の憶測に過ぎないのかもしれないんですけど、うちがこのデザート300っていうねワンポールテントを作る前までこのサイドフラップをね搭載していたテントっていうのはねほぼほぼなかったんですよ。っていうかあったとしてもそういうねタープフォルムとして展開できるような売り文句っていうのは全くなくて、うちがねそのデザートテントとかでなんだろうサイドフラップとかっていうのを作り出してから結構いろいろとそのいろんなメーカーさんが作るようになっていったっていういきさつがあるので、多分ねサイドフラップこのサイドシェード展開っていうところを主だってやってきたのって多分うちなんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、まあ勝手な憶測ではありますけどね。はい、まあそんなわけでこのサイドシェードを使用すると、まあ、例えばこんな感じの貼り方であったりだとか、あとはまあこんな感じで貼ってみたりとかですね、あとは雨バージョンにまあこんな感じのセットアップを行ってみたり、まあいろいろなね使い方っていうのがございます。まあ、実際の使用イメージとかに関しては、まあ、サブチャンネルの U弱夫婦チャンネルも含めてあのキャンプ動画としていろいろ公開しておりますので、まあ、そちらの動画をね、もろもろ見ていただきたいなというふうに思います。あとはそれ以外の細かいスペックとかあの使用の詳細とかっていうのは、スペック表の方をね、概要欄の方に貼っておきたいなというふうに思いますので、そちらの方からサイトの方に飛んでいただいて、ご確認をお願いいたします。はい、まあ、そんなところなんですけれどもいかがでしょうか。
か、まあ、ざっとねサーペントテントの特徴というところに関して、あとはオリジナルサーペントとは TC 版の比較みたいなところっていうのを、今日はね動画でご紹介させていただきました。でサーペント TC テントに関してはこの動画が公開された時点では予約受付中、まあ、だいぶね今はもう初動かなり良くて、もうほぼほぼ予約なくなるんじゃないかってぐらいの勢いで今のところねご予約を毎日いただいているような状況となっております。ファーストロットがね、もしかすると完売する可能性もありますので、この動画をご覧になられた方はなるべく早めに、ご予約していただければと思います。で、まあ、予約早割ということで現在ねこちらテントが39,500円、フライシート単体で39,500円、あとはキャノピーと、まあ、それ以外の備品はね一式セットになっております。オプションでインナーシート、グランドシート、インナーマットはオプションになっておりますが、こちらね本体単体で39,500円ということでやらせていただいているんですけれども、早期予約割引限定ということでそこから5,000円引き、なんと34,500円で、こちらね現在予約受付中というふうになっております。詳細につきましては動画の概要欄の方に貼っておきたいなというふうに思いますので、こちらね合わせてご確認をいただければと思います。あとこちらの商品の組み立て方とかに関しては別でマニュアル動画ご用意しておりますので、そちらの方も合わせてご確認をお願いいたします。もしかするとこの動画が投稿された後に出す可能性もあるんですけれども、そちらもね合わせてご確認をお願いいたします。はい、そんなわけで本日はサーペント TC テントのご紹介ということになります。本日の動画が参考になったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その柄で通知設定もオンにしておいてください。あとはすみませんこちらですね、ほい Twitter、Instagram、ユージャックの公式 LINE やっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。はい、そんなわけでサーペット TC テントのご紹介というわけだったんですが、今日はね後ろで映ってたあっちのテントも気になってる方いらっしゃるのかな。あれはね YouTuber で弊社の公式アンバサダーでもあります尾上雄和郎さんと一緒に作っている、ローズテントのコンセプトモデルになってますね。ちょうどあのインナーが届いたので、インナーのね確認とかっていうのも行ってたので、あれに関してはまた後日、動画にしていきたいと思います。以上です。